皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャーズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。神奈川大学の小坂です。さて小坂先生、この番組出ていただいている先生の中にもだいぶ認定とかの資格を持ってらっしゃる先生って増えてきましたよね。そうですね、IT チャーズの先生たちもアップル認定の ADE だとかマイクロソフト認定の MIEE の先生とかいらっしゃいますもん ね。ちなみにそのアップルとマイクロソフト両方の認定を持ってらっしゃる先生いるってご存知ですか？いや、なんかどうやって取るのかもよくわかんないし、実際にねそういうことできるんですね。ただそういった OS だとかこうアプリだとかいろんなものを飛び越えてこうマルチリンガル的な、ね、使い方ができるようなそういう ICT の先生がいらっしゃったら本当に聞いてみたいですね。はい、ということで今回のゲストをご紹介したいと思います。今回のスピーカーはこちら、埼玉県立越谷西特別支援学校の佐藤雄介先生です。佐藤先生は ADE と MIE 両方認定されているそうですよ。本当にいらっしゃるんですね。特別支援学校の先生ということもあるので、どのような ICT 使いをされているのかしっかりとですね聞いてみたいなと思います。はい、それでは行ってみたいと思います。ゲストスピーカーは埼玉県立越谷西特別支援学校の佐藤雄介先生。プレゼンタイトルはわかる、できる、やりたくなるを ICT で実現するです。佐藤先生よろしくお願いします。どうぞ。こんにちは、埼玉県立越谷西特別支援学校情報管理部主任の佐藤と申します。わかる、できる、やりたくなるを ICT で実現する特別支援学校での ICT 活用というテーマでお話しさせていただきます。まず最初に文科省の資料から特別支援教育と ICT 活用についてお話をさせていただきます。ここでは2つの視点が示されています。1つは教科指導の効果を高めたり情報活用能力の育成を図る教科の視点、そしてもう1つは障害による学習上または生活上の困難さを改善克服する自立活動の視点です。また知的障害教育部門においては抽象的な事柄の理解そしてコミュニケーションといった活用例が示されています。私の実践では教科の視点そして自立活動の視点でのお話をさせていただきます。では実践についてお話をします。一つ目にパワーポイントでわかる教材作りというテーマでのお話です。私はこれまで子どもたちに様々なパワーポイント教材を作ってきました。それはただ単に文字や図形や写真を並べるだけでなく子どもたちが操作できるという点がパワーポイント教材の魅力だと思っております。そこで自分で操作できるパワポト系アプリについてお話をします。こちらの動画をご覧ください。このアプリは子どもたちがタップで操作して問題に応じて長針や短針を動かします。針の読み取りが難しい生徒はこの時計の左にあるヒントのボタンを押して今が何時何分なのかということを自分で確認することができます。これを使うことで針の読み取りが難しい、自信がないと言っていた生徒もこれならできると自信を持ち繰り返し学習したことで日常生活場面での5分単位の長針の読み取りの精度が上がってきました。例えばプリントの問題がこのように書かれていた場合、80分後や9時間後といった選択肢はありません。どうするのか。子どもたちは80分を1時間と20分に分解したり、3時間と6時間に分解したりなど、自分で思考し答えにたどり着くことができます。もちろんパワーポイントですので、自由自在にカスタマイズすることができます。色を反転したり、ヒント機能を実態に応じて削除することで難易度を調整することができます。またこれまでプリントで取り組んできたドリルも PDF で取り組めるようにしました。紙と鉛筆、消しゴムでもいいし、タブレットでもいいし、問題の解き方は自由にしました。そうすると私の学習グループの子どもたちはほとんどが iPad を選びました。これはただ単に目新しいからとかそういうことではなく、消しゴムをかけるときに力が入りすぎて破れてしまうなどのやはりこの体の操作の面での理由があって選ぶ生徒もいました。こういった ICT を学習ツールの選択肢にするという考え方の中で、 PDF だと目新しいから飛びつくというわけではなく、自分の身体的な操作の面でのやりやすさ、勉強しやすさといったところも含めて選択できるようにするのが良いのではないかなと考えております。では2つ目に、マインクラフトで自己効力感を高めるという自立活動の視点でのお話です。この実践はエロテックジンさんのウェブ記事に掲載していただきました。
私はずっとマインクラフトをリリースした時からやっておりまして、また同じようにマインクラフトが大好きな生徒との1年間の実践になります。生徒は自信が持ちにくく不安感が強い生徒でした。そこで私は私と信頼できる教員との活動、得意な活動ということでマインクラフトを通してこの町に自己効力感を高めて困難にも諦めず取り組む気持ちを育んでいてほしいなと思いました。自己効力感が高い状態とは何かと言いますと、本によりますと影響力があるという信念を持っていること、そして目標を達成できるという自信があること、そして将来できるようになるかもしれないという希望を持っていること、この3つの状態があることが自己効力感が高い状態であると定義されております。最初に生徒が家を作ってくれました。慣れているのでとっても上手にですね、ただただ四角い家ではなく屋根も三角形のお家らしい家を作ってくれました。2人でいろんな建物を作り、スモールステップで作るたびにできたね、すごいねっていう達成感を感じていきました。そしてどんどん次の目標が生まれ、大きな施設を作ろうという話が生徒から出ました。ただ2人で作るのでは面白くないので、生徒がいろんな先生方に作ってほしいお店をアンケートを取ろうという話になりました。校内を巡り、僕とその生徒でいろんな先生に話を聞きに行って作ってほしいお店のアンケートを取りました。そしてアンケートを取るんだったら人がいっぱいいる場所がいいよねというところから運動会にも行きました。なかなか競技に参加するという目的で運動会に出るのは難しいですが、アンケートというクッションが挟まることで運動会に来るというですね、精神的な負荷がかなり下がり、そして合間の時間にちょっと競技に参加するなんていう余裕もありました。そしてできたのがこの動画の通りの4階建てのイオンです。出来上がったことを先生方に報告すると、すごいありがとうというたくさんの感謝の言葉をもらい、生徒は達成感を感じることができました。そしてさらにこの動画を YouTube に投稿してみたいという生徒の意見で、保護者や本人の学校の許可を取って YouTube に公開をしました。すると期待以上にいいねも再生数もコメントもつき、生徒はますます、あ、自分のやってることが認められた、自信につながったという経験になりました。マインクラフトでやりたかったことができたという希望、そして作り上げられた自信、先生方の感謝や YouTube での高評価から得た影響力を与えられるという信念、まさに自己効力感を高める要素が揃ったということでございます。そして私は次に文化祭ステージでの発表をマインクラフトで作るということを生徒に提示しました。本人はまさに今油が乗っている状態ですので、意欲を持って取り組み、学部の先生方の理解と協力もあり、オリンピックをテーマにしたオープニングを作りました。それがこちらの動画です。この動画の発表を経て、彼はマインクラフトの名手として校内では名の知れた存在になりました。そうすることで声をかけられることも増え、あ、自分は認められている、受け入れられているという気持ちを強く持つことができていたと感じます。さらに自信がついてきたので、次の大きな施設作りにも取り組みました。もっとたくさんの人にアンケートを取ろうということで、ますますあの先生に声かけようとか、こっちの方にも声かけようと自分から積極的に関わる場面も増えていき、また関わることを理由にさまざまな授業にも参加することができるようになりました。そしてこのように2人でさまざまな施設をですね、授業の合間に作り、お城やララポートや商店街や各種お店などをですね、実際のお店の写真を参考にしながら作るなど、非常に意欲的にクリエイティブな活動ができました。また自分の学校をマイクラで再現したり、より大きな施設を作って YouTube に投稿したり、今までは英語はちょっとわからないんですねと言って敬遠していたコマンドにも挑戦して、こんなのができました、動画にしてみましょうということで動画を作ったりと、積極的に新しいことに取り組みました。まさにこの自己効力が高い状態、自分ならできる、諦めないでやってみようという気持ちを持つことができたと考えています。特別支援学校では失敗経験があり、低い自己肯定感でどうせできない、わからないと思ってしまう子どもたちを私は今まで見てきました。ICT の力で分かる、できる、やりたくなるのサイクルを作り、困難にも諦めず取り組む気持ちを育んでいきたいと考えております。日本大学桜学高校の田中です。今回は、かゆいところはショートカットに任せようというテーマでお話をします。プログラミング的思考というと、文部科学省ではこのような力というふうに書かれてはいるんですけども、非常に長いのでこのようにまとめてみました。
意図した活動ができるように必要な指示を論理的に考えていく力というふうに定義をしてみました。でこの力なんですけども、さまざまなアプリケーションを使うことによって、その、ね、アプリケーションを使って、実施をしていくことによって、身についていくっていうところもあると思うんですけども、実は iPad にもともと入っているアプリケーション、これを一つ使うことによって、実はお手軽にできたりするっていうことがあります。そのアプリケーションがですね、このショートカットになります。でこのショートカットですけども、おそらく入っているということが気づかないという方もいらっしゃるかもしれないですけども、最新の OS であれば入っております。でこれ実際開いてみるとですね、このような形で全てのショートカット、これ実際私が作っているものになるんですけども、こういった表示もされる一方で、ギャラリーというふうにですね、あらかじめ作ってくれているというものもあります。これもですね、非常に役に立つものなので、ぜひ使っていただきたいかなとは思ってはいるんですけども、今回はこのショートカットを使って、例えばということで、こういったものをちょっと作ってみようかなというふうに考えております。でこの作り方なんですけども、まず手順としては、まず写真を一つ選びます。でその写真のですね、背景を削除して、一回、別のところにちょっとね、キープをしておくということですね。これは変数に代入というふうにしておきました。で今度はですね、別の写真をですね、選択すると、これは背景になる写真ですね、それを選択した上で、一つにまとめるということですね。でそれを最終的には、保存をするということになります。で実際のやり方ですけども、プラスボタンをクリックします。はい、クリックをするとこのような画面に切り替わりますので、アクションを追加、こちらですね、タップをします。そうすると、検索の画面になりますので、今回は写真というのを検索してみました。その中の写真を選択、こちらを選んでいただくと、このような形で格納されていくということになります。こういったことを繰り返していって、今回このような形で作ってみました。でこれをですね、作って、共有のアイコンですね、タップをしていただくと、こういった形で画面が切り替わりますので、ホーム画面に追加というのをタップすると、ホーム画面にアイコンが追加されるということになります。で今回は、この2つの写真を1つにまとめてみたということなんですけども、実際こういった形で作れます。非常に、こう躍動感のある写真になるのかなというふうに思っております。このショートカットですね、ぜひお試しいただきたいかなと思っております。いろんな本もですね、出ておりますし、ウェブサイトもありますので、いろいろ調べてみてやってみるといいのかなと思います。はい、ということで埼玉県立越谷西特別支援学校の佐藤雄介先生のプレゼン、お聞きしたすごい感じですか？はい、なんかもうすごい感動しました。特別支援教育というんですかね、すごく教育の原点というふうに思いますし、私自身もですね、非常にこうしっかりとですね、考え直さなければいけないんだなというふうに思いました。そうですよね。また今日実践としてマイクラで自己効力感が上がった生徒さんのお話をお聞きしたんですけども、子どもの可能性ってすごいなって改めて思いました。そうですね、マイクラというツールを使いながらですね、非常にこう生まれ変わるタイミングっていったものをプロデュースできるって、本当にこうその手腕に惚れ惚れしました。そうですね、またアナログとこのデジタル両方うまく使ってるところがポイントなのかなって気もしました。おっしゃる通りですね。はい、といったところでお時間になってしまいました。 IT チャーズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.